はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビーチです。では今回は新ゲレンデ野望復活のララ続きをプレイしていきたいと思います。逆襲のシャーシナリオにララを歴史介入させて完全エンディングを目指すというコンセプトでプレイの方させていただいています。で、前回までにですね、サイド2、サイド4、サイド5に攻め寄せてきた連邦の弾圧部隊、これを撃退することに成功しています。今回はその続きで、いよいよサイド3の方にロンドベル隊がやってきているという状況です。これを撃退していきたいと思います。で、一つだけですね、ご報告がありまして、この後完全エンディングを目指していくためにいくつか条件をクリアしていかなくてはいけないんですが、まあ、その条件をロストしてしまいまして、さらにセーブの仕方も悪く積んでしまったのでやり直ししています。それに伴ってコメントで多かったララーはキュベレーに乗せてほしいっていうね、ご要望、これに応えるためにララーはですねキュベレーに乗せています。なので変更点としてはララーがエルメスからキュベレーに乗り換えているとこういうところだけ、大変申し訳ないんですけども、ご承知おきいただきたいと思います。こんな感じで、キュベレーにララーが乗っているということでね、このララーもこの後、前に押し出していこうというふうに思っています。では、早速ですね、サイド3の防衛戦、始めていきましょう。各サイド、この弾圧部隊をね、撃退した、ジオン軍。これが今、サイド3に急行中です。シャアも含めてね、休校中ですので、今サイド3で頑張っているこのハスラーをね、なんとか救援していきたいというふうに思っています。では早速始めていきましょう。まあ、確実にですね、この辺りは防衛をしていくために多少面倒でも、こう、ちゃんとね、ミノフスキー粒子は散布しながら、進んでいこうと思います。で、当面の間はですね、まあ、どうしてもお金不足、発言力不足というのもあるので、まあ、ギラ動画を中心に配備を進めてですね、なんとか持ちこたえで発言力が溜まってきたらまたギラ動画を追加していくっていうね、低コストなギラ動画で持ちこたえていこうと思います。で、一部のエースパイロット級にはですね、ギラ動画の指揮官タイプ、これを優先的に生産配備してですね、火力を高めていければいいかなというふうに思っています。あとはサイド6のね、制圧、これも進めてですね、ここで発言力を獲得していこうというところです。では、ロンドベル隊との戦い、始めていきます。まあ、ロンドベルは強いんで、特にジェガン、さらにこの中域にはダブルゼータになったアムロもいたりするので、まあ、そういったね、強キャラも出てくるということを前提に、シャアや、さらにはレズン、ギュネイ、そして、キュベレイに乗ったララ、このあたりをね、うまく活用しながら倒していければいいかなと思います。ここにはブライトが乗ってるな。ブライト、これも早めに撃沈しておきたいですよね。このサイド3は確実に防衛をしないとこの先進んでいかないので、いかに効率よくかつ、まあ、味方のダメージ少なく損害少なく撃退できるかっていうのをね、意識しながらプレイの方はしていきましょう。いや、今ハスラー危なかったな。一瞬でね、撃沈されてもおかしくない状況でしたね、今ね。急いでモビルスーツ隊を前面に出してい、きましょう。では、モビルスーツ隊を発進していきます。ギュネイを出して、あとシャーにはヤクト動画に乗ってもらっています。で、さらに、レズンはレズン専用のギラ動画。で、ナナイも一応ギラ動画に今載せてます。ナナイがですね、まあ、簡単に言ってしまうと、まだ大尉なんですね。大尉だと、指揮力、求心力、これがですね、周囲に及ぼす影響力がゼロなので、少なくても、詳細以上に上がってもらいたいなと思うので、7位をね、レベリングするために、ギラ動画に持ってもらって、まずはね、レベルを上げて、
昇進してもらいたいというふうに思っています。同じくライルもですね、レベリングするためにギラ動画に乗ってもらっています。では敵を倒していきましょう。まずは敵にね、接近を許したくないので、しっかり補給ライン上に入ってここで敵を食い止めましょう。さらにシャアのヤクト動画も出しましょうか。ブライトはクラップに乗ってますね。まあさすがに知識力90というこのクラップ、これも撃沈するためにシャアを向かわせましょう。まあ、ブライトみたいにね、意識力が高くて階級も大差で周りに及ぼす影響力の高いキャラに関しては、まあ、早め早めにね、潰しておきたいと思います。ここはシャアのヤクト動画でジェガン3機を潰してしまいましょう。まあ、シャアに関してはこの後サザビナイチンゲールとさらに、ね、最新鋭の機体に乗り換えていってもらいたいので、まあ、その時に能力を遺憾なく発揮してもらえるようにシャアのレベリングも、ね、進めていきたいと思います。ここはギュネイと7位、ギュネイのヤクト動画はね強いとは思うんですけど、いかんせん敵もねロンドベル隊になってるとジェガンになってるんで、まあ強いですね。ジェガンになってくると、まあ、簡単には撃墜できないので、まあ、こういう時はヤクト動画ギュネイ専用機が敵をね削ってくれると助かりますね。ついに完成しました。よし、サイコフレーム完成。これでサザビーの養成ができるんじゃないかな。サイコフレーム、サイコミの機能を内包した画期的な構造材である。サイコフレームを搭載することで機体の反応速度は劇的に向上し、ファンネルの複雑な制御も可能となる。だがサイコフレームの登場はそれ以上の影響を宇宙世紀の歴史に及ぼすこととなる。しかしこの時はまだ誰もその秘めた可能性に気づいてはいなかった。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか。さらにアルパージールが完成。アルパージールは暗礁中域に配備されていると思うので、これ途中でララーを乗せ替えてもいいかもしれないですね。そうすればララーの火力がさらに増す。では忘れないうちにまずは新兵器開発、シャア専用機、モビルスーツの開発、7000、ちょっと足りなかった。ササビード開発のために今回は発言力貯めておきましょう。でアルバージールに乗せ替えるために一旦ちょっと帰るか。キュベレ一回戻しましょう。どうしてもここは乗せたい。キュベレだけ戻します。1マス足りなかったですね。惜しい。キュベレを戻してアルパージールに乗せ替えます。じゃあアルパージールの能力見ましょうか。これですね。アルパ耐久1800、移動も10、さらにマップ兵器2つ、ファンネルとメガ粒子砲を持ってますね。これ使っていきましょうか。貴様らだぞ、これ一気で。いやジェガン強いな。まあ、ここまでジェガンが硬い強いとなると、まあ、ギラ動画だと
ちょっと心配ですね。レズンはレズンシュナイダー専用機に乗ってくれてるので、限界値も含めてね、能力は最大限に引き出せてくれてるとは思います。ここは格闘で仕留めていきましょう。なんとかここは撃退戦をねしていかないといけないので、補給ライン上にできるだけ展開して、少しでも味方のね損害を減らしながら敵を撃退していくと。まあ、ライルもね本来レウルーラの艦長でしたけど、ここはギラローガに乗ってもらって階級を今少佐なので、まあ大差ぐらいまでね後半戦に向けて上げていってもらいたいなというふうに思っています。では改めてシャアのサザビーを開発します。売額投資するお金がないので、ここはサイド6ので占領を優先しましょう。サイド6制圧すればまたボーナス手に入りますので、サイド6を制圧していきます。これで制圧。もう一つここにね、サイド6の2番目のコロニーありますので、ここも制圧を進めていきたいと思います。この2つ制圧すると臨時でボーナスが入ってきます。では防衛戦撃退戦続きをやっていきましょう。ここはレズンが強かったですね。格闘戦で倒してくれるのはありがたい。このギラ動画で、壁になってくれているところなので、まあ、一機撃墜されてますけど、この後しっかり妖精でギラ動画を補充しておきましょう。まあ、シャアのねさすがの火力というところだと思います。でシャアはこの後ブライトを倒しに行ってもらいましょう。ブライトを仕留めてそのままサイド3の方にねアムロが出てくるので、そのアムロを倒しに行くというルートを取っていきたいと思います。ではここで今お話してたモビルスーツギラ動画ですね、これを要請します。どうせ売額投資サザビー要請できないので、ここは一旦ねモビルスーツの数が減ってきてますので、優先してギラ動画を配備しちゃいましょう。さらにここでサイド6の制圧が完了したので、次のターンで発言力入ってくるので、この発言力でサザビー売額投資して開発を終わらせ、さらにギラ動画も要請していきたいと思います。ではアルパージールにララーに乗ってもらいましたので、このままアルパージール戦域へと向かってもらいたいと思います。総帥サイド6のこれで発言力がたんまり入ってくるので、サザビーの開発売額投資とギラ動画これの要請を行っていきます。今一刻も早くサザビーが手元に欲しい売額投資で、さらにモビルスーツ要請はかなり押されてきてるのでギラ動画を要請します。これでいきます。でサイド6の方は一度このまま、まあ、ガザシーですけど駐留させておきましょう。なんとかこれでね、まあ、防衛ないし補給ラインをつなげておいてもらいたいなというところですかね。補給網をつなげておくというのは、まあ、メリットはめちゃくちゃありますから、余剰戦力あるいはもうサイド3にどうあっても間に合わないような部隊に関しては確実にね、補給ラインをつなげておいてもらうということを優先して、いきたいかなというふうに思います。そういう意味で言うとこの後ちょっと先の話になりますけども、スイートウォーターサイド1ここに敵部隊がやってくるので、ドライ線を先行させて補給ラインつなげておきましょう。このドライ線ですね、
このドライ線を北上させて補給ラインだけつなげておきたいかなと思います。ではシャーに関してはこの後一度グラップ級のブライト撃破しに向かいましょう。私は人類の業を背負っているのだ。さあシャーとブライトですね、グラップ級半分ぐらいダメージ与えてるので、ここでね撃墜してほしいなというところですけど、グラップ級硬いけど残るか、残り1センチぐらい残っちゃいましたね。まあ、これはギラ動画たちに任せて、シャアは転身するもよし、シャアに経験値貯めさせるためにシャアで撃沈するもよしというところで、まあブライトに関してはもう無力化完了かなと思います。生きがけのついでの土産だ、撃たせてもらう。アリアスモマがブライトを撃破してくれるかな。これでブライトが落ちてくれれば月面方向への進路は確保できますので、ブライトのクラップ撃沈。よし、これで道も開けよう。では全軍をサイド3の方に向けていきましょう。今クラップ級から一機ジェガンがポンと生まれてましたけど、このジェガンを撃破してサイド3方面に全軍転進させていきたいと思います。地球は人間のエゴ全部を飲み込めやしない。人間の知恵はそんなもんだって乗り越えられる。ならば今すぐ区民ども全てに英知を授けてみせろ。貴様をやってからそうさせてもらう。総帥、発足当初に比べ我々の軍備も充実してきました。しかし連邦と渡り合うにはモビルスーツの運用に長けた新型艦を建造し艦隊を再編しなくてはなりません。ネオジオン軍再編計画、発言力足りるかな。ご検討ください。開発部より、サザビーは開発完了ですね。ではサザビーはスイートウォーター方面に移動させておきたいと思います。開発部より、さらにナイチンゲールも開発始められそうですね。まずは特別プランからネオジオン再編計画。5000で済むか、これはすぐやろう。ありがとうございます。開発部からの報告をお待ちください。さらに開発新兵器ナイチンゲール、いけるな、使おう。売学投資がちょっとできないですが、ここは我慢しましょう。ではアルパージール発進していきます。あとイーリワーはキューベレイに乗せましょう。リゲルグル言えてないですね。リゲルグリゲルグからキューベレイにの正解です。では発進していきます。まだアルパージール、ここで感知を行って、まあ本当だったらね、ここにいる周りにいるやつらを無双で倒したいところなんですが、どうだろうな、まあ、せっかくなんで、あ、これダブルゼーターかと思いましたけど、こっちですね、ダブルゼーターはね。だったらここは普通に攻撃していきましょう。アルパージールの力見せてやろうぞと、こういうところですかね。さらにイリアのキュベレイも出します。まあ、いきなりやられるってことはないとは思うんですが、一応怖いのでスタックはさせておきましょう。何があるかわからないですからね。でだいぶ数が減ってきちゃってるのがちょっと怖いかな。ちなみにここにいるのがアムロのダブルゼータなんですけど、アムロのダブルゼータにギラ動画4機はハイメガ粒子砲でマップ兵器で一網打尽にされてしまいました。ここはもう残念でしたけどしょうがないですね。さあアルパージールの戦いぶり、
ちょっと見てみましょう。ララーが撮ってます。もうチェガン何機落とせるかですよね。まあ、格闘はないので一機も落とせないか。まあ、全部大体削ったかなという感じはしますけど、この巨体で格闘を全部うー一発食らったか、かわしてくれるっていうのは大きいですね。まあ、ただアルパージュールは金がかかってるんでね、落とされないようには気をつけましょう。イリアのキュベレーです。キュベレーもね、戦い見ていただくのは今回が初めてかもしれないな。まあ、ニュータイプが取った方がね、当然キュベレーは力を存分に発揮してくれるんで、ニュータイプ専用機に関してはニュータイプをね積極的に乗せていきましょう。開発部より新兵器の開発プランが提案されました。開発部の提案をご覧になりますか？これがアルパージールのマップ兵器ですね。ファンネルのマップ攻撃で、まあ、一気に数は削れるかなと思いますね。破壊力がすごい。開発部よりナイチンゲールが完成してます。これも大きいな。ナイチンゲールをしっかり使って、いきましょう。報告します。サイト3を襲撃したロンドベル艦隊がアンマン方面へ向け撤退を開始しました。作戦は成功です。今回救援した旧ネオジオンの一派が我々への合流を申し出ています。配属先をご検討ください。報告します。ジオン共和国政府関係者が我々への協力を申し出てきました。連邦政府に我々の動向を察知される危険もありますが、この者のサイド3の協力は受けましょう。今せっかくねロンドベル対撃隊にも協力したんで、お互いの互換関係を作っていきます。了解しました。協力者との接触を図ります。報告をお待ちください。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか？はい、これでレウルーラが完成ですね。でムサカ級は今あの開発中です。でこの後なんですけども、まあ、敵のモビルスーツ隊ほぼほぼ新たか駆逐してるんですけど、まあ、あの微妙に残ってるのがいるので、これを撃退しつつですね、この後の戦いに備えて、あ、バワク方面へと部隊をね、差し向けていきたいかなと思います。こういうところでダメージを受けないようにね気をつけます。というところで、じゃあ今回はねここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていこうかなというふうに思います。